2018年アジア競技大会は2018年に開催された第18回アジア競技大会。当初はベトナムのハノイで開催される予定であったがベトナム政府が財政難を理由として2014年4月に開催の返上を決定した。2014年9月、大体開催地としてインドネシアのジャカルタとパレンバンが決定した。2都市での共同開催は アジア競技大会としては初めてである。大会 MVP には競泳で六冠を達成した池入里加古が選出された従来通りの感覚であれば2018年に開催される予定であるが、2009年7月29日の OCA 総会において1年を遅らせて2019年に開催することが決定した。2010年6月30日までに立候補を受け付け、 2012年11月8日にマカオで行われた OCA 総会にて開催地がハノイに決まった。この時点ではベトナムでは初の開催となるはずであった。立候補都市2014年3月にベトナムでは国会にてアジア大会の開催予算が当初計上した1.5億 US ドルでは現実的ではないとの懸念を提起し、 過去の大会での経費を引用し3.0億 US ドル以上必要との試算を示した。加えて2003年の東南アジア競技大会ベトナム大会のために建設された施設のうち、ホーチミン市の多くの施設は使用できない状況にあるなど訴えた。その結果、2014年4月17日にグエン・タンズン首相が財政難により大会運営費を調達できないとして、 大会開催を返上することを発表。OCA は開催返上にあたり、医薬金を課さないことを発表した。これを受けて、OCA は大体開催地の先行を含めて新たな対応に乗り出す姿勢を示した。大体開催地としては、インドネシア、中国、アラブ首長国が候補とされていた。インドネシアは2012年に落選したスラバヤも興味を示し、フィリピンも 南京ユースオリンピック後に立候補を発表。インドはニューデリーが興味を示すもナレンドラモディ首相など政府の承認が下りず立候補を辞退した。台湾では高雄氏が興味を示すもにキたしも2022年大会に立候補を決めている。OCA は2014年9月20日に川で行われる OCA 総会で開催地を決める予定となっていた。 OCA は2014年7月25日にクウェートで開催された OCA 総会にてインドネシアのジャカルタがアジア競技大会の開催地に決定したと発表した。その際、2019年開催となっていたものを2018年に前倒しすることとし、パレンバンと共に2都市での開催に決定した。これは公式的には2019年に大統領選挙があるため、 一年前倒しで2018年の開催を希望したところ受け入れられた。1962年の第4回大会以来2度目の開催となる。正式には韓国、インチョンで開催された2014年大会閉会式にて次回開催地の発表を行った。今大会では南北朝鮮合同チームが2018年ピョンチャン、五輪に続いて結成される。 2018年アジア競技大会では、以下の競技から465種目を実施。このほか、公開競技として、e スポーツ、およびカヌーポロが初めて行われる。開催国競技施設は主に、ジャカルタと南スマトラ州パレンバンの4地区クラスターに配置されているが、補助的に、バンテン州、西ジャワ州25会場と11のトレーニングセンターも用意されている。 組織委員会は2011年東南アジア競技大会の会場をできるだけ活用することで費用削減を図る考えである。2018年2月のテストイベントの後、組織委員会はいくつかの競技をジャカルタ国際展示場からジャカルタコンベンションセンターへ移動させた。ゲロラ・ブンカルのスポーツコンプレックスは改装53競技を開催予定。 築後55年になるゲロラブンカルのスタジアムの収容人数を8万8000人から7万6127人に削減。テロに備え顔認識システムの導入も予定されている。ジャカルタ国際自転車競技場は東ジャカルタに新築された。ジャカルタ国際バジ公園も収容人数1000人の施設で新築。ゲロラシュリービジャヤスタジアムジャカバリンスポーツシティは ゲロラシュリービジャイアスタジアムの改装を含む計画を実施した。ラナウ競技場など他の施設の改装も行った。大会マスコットは極楽町のビンビン、バウェアンシマコユーシュバウェアンジカのアトゥン、ジャワサイのカカ。それぞれインドネシアの東部、中部、西部を象徴する動物であるとともに、それぞれ戦略、スピード、強さを象徴している。またそれぞれのマスコットは、 ビンビンがアスマット族様式のベスト、アトゥンがバティックのサロン、カカはパレンバンの伝統的な花柄というように異なる民族衣装をまとっている。組織委員会が2015年9月に当初のエンブレムを発表した際に極楽鳥を模したマスコット、ドラワを発表したが、エンブレムと共に国民に国評されたため撤回した。最終のマスコットは エンブレムと共に2016年7月28日に発表された。デザインを担当したジェファーソン・エドリ氏によると、熊門など日本のご当地キャラを参考にデザインしている。2018年アジア競技大会の公式スポンサーは、公式プレスティージアスパートナー、公式パートナー、公式スポンサー、サポーティングスポンサーの4層構造になっている。アジア大会は、 ホストブロードキャスティングサービシズとイムグが設立したインターナショナルゲームズブロードキャスティングサービシズがホストブロードキャスターを務めアジアのみならず世界中で配信される。ありがとうございます。